ロッキンガム郡はアメリカ合衆国ニューハンプシャー州の南東部に位置する郡である。2010年国勢調査での人口は295,223人であり、2000年の277,359人から6.4%増加した。郡庁所在地はブレントウッド町であり、同郡で人口最大の都市はデリデー町である。 ロッキンガム軍となった地域は1623年にはすでにプリマス植民地から北に移動してきたヨーロッパ人が入植していた。そこの政府は1679年までマサチューセッツ湾植民地の固く結びついていたが軍が編成されたのは1769年になってからだった。ロッキンガム軍はニューハンプシャー植民地最初の5軍の一つだった。 軍名は1765年から1766年のイギリスの首相を務めた第二代ロッキンガム公爵、チャールズ・ワトソン・ウェントワースにちなんで名付けられた。軍の組織化は1771年に行われ、軍庁所在地はエグゼターに置かれた。1844年、軍北西部にベルナップ軍が設立されて領域を減らした。1997年、 軍庁所在地は、エクセター庁に隣接する田舎町、ブレントウッドに移された。日露戦争の講和会議は、アメリカ合衆国大統領、セオドア・ルーズベルトの仲介により、軍内唯一の市である、ポーツマス市のポーツマス海軍造船所内86号を旨で行われ、ポーツマス条約が1905年9月5日に調印された。ただし、現在のポーツマス海軍造船所は、 メイン州に入っている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は794平方マイルで、あり、このうち陸地695平方マイル、水域は99平方マイルで、水域率は12.47%である。軍内最高地点は、ディアフィールド町にある、ノッティンガム山であり、標高は1340フィートである。 プレイス島町役場ロッキンガム群の教育学区分随化は2000年の国勢調査による人口統計データである。ロッキンガム群には36の町と1つの市がある。ロッキンガム群植物園がブレントウッドにある。ポーツマス市にあるストロベリーバンク博物館には17世紀から19世紀の歴史ある建物の収集品である。セーラムにあるカノビーコ公園は1902年に オープンしたアミューズメントパークである。セーラムにはまたロッキンガム公園競馬場があり、毎週競馬が開催されている。アメリカストーンヘンジは先コロンブス機の石像構造物の収集である。デリーは詩人ロバート・フロストの故郷であり、フロストは近くのピンカートンアカデミーで教弁をとっていた。その家であるロバート・フロスト農園は、 州立公園として保存されている。群島部の海岸はニューハンプシャー州で唯一の海岸であり、いくつかのリゾート町がある。ハンプトンビーチには海浜の板道や家事のボールルームがある。大町にはオディオンポイント州立公園など自然のままの海浜があり、またショールズ諸島の州内に入っている部分もある。シーブルックには グレイハウンドレース公園と原子力発電所がある。この発電所は国内最新のものである。ありがとうございます。